に咲いた花にいくつの想いを添えたなら結んだ手と手に込められた意味を見つけられるだろう。儚く散りゆくのならいっそ時間を止めてずっと君の隣で君を見ていたい。君の手を握りながら僕の瞳に映る君はあの打ち上げられた花火のように輝いている無邪気な笑顔も素で漂う小顔も全部愛しくてこのまま二人で打ち上げ花火を目が覚めるのが怖くて眠れない夜もあった君にとても会いたくて眠れる日もあの頃のようにいつも君は笑顔をくれるんだね。でも僕はいつも心から笑ってじゃないもできない。君がいたから生きてこれた。苦しい日々が続くから帰ってきて僕がいる。こぼれる涙で花を育てたら贈ろう。君へ今日はありがとうございました。次は小川陽一郎さんという方、大阪出身の方が歌いますので、最後までごゆっくり楽しんでいってきてください。
今じゃ打ち上げ花火を見上げることのできない君へ届け君のもとへ天高く雲の上ほら身を寄す花火はどんなもんなんだ綺麗に咲いているいつかいつの日か僕とまた二人ヤッチーでした。